あさんこにちは。ぜひこれです。それでは今回なんですけども、Apple Card が日本でサービス開始間近、Apple Cash、Apple Card 商標登録出願へということで、ということで今回はいろいろと噂をされている Apple Card についてお伝えしていこうと思います。 まあそもそも Apple カードとは何ぞやということで、まあその名の通りですね。Apple が提供するクレジットカードのことですね。いやこれすごいですよね。パソコンやスマートフォンを取り扱っている会社がまさかのクレジットカードのサービスを開始するということですね。しかも今回はあの超有名な金融グループのゴールドマンサックスと提携してアメリカのユーザー向けにクレジットカードを提供するということになってます。まあそれにしてもシンプルなデザインでめちゃくちゃかっこいいですよね。 そして、現在分かっている情報をざっとまとめてみました。こんな感じです。まず、米国で8月前半に登場かもということで、次に、ブランドはマスターカードでチタン製ということになってます。で、そして、アップルカード。まあ、物理カードの支払いの場合は1%のキャッシュバック。アップルペイでの支払いの場合は2%のキャッシュバック。で、アップルから直接商品を購入する場合は3%のキャッシュバックですね。そして、ちょっと前のニュースであったんですけども、仮想 通貨貨や外貨などの購入は不可と,いうことでしたもうこれはもうほんとアップル好きにはたまらないクレジットカードということになりそうな気がしますね、まあ、というのもアップル製品って基本割引とかが効かないものなので、まあ、このアップルカードを使えば多少はアップル製品やアップルに関連するものが少しお得に買えそうですよねまあ今になってみればスマホ決済の還元とか量販店のキャンペーンとかもたまにあったりするのでここ最近になってアップル製品がお得に買うことはできて まますけどもあそれを除いたらこのアップルカードはなかなか役に立ちそうな気がしますね。 そしてですね、お題にもちらっと出ている商標登録出願についてなんですけども、以前今左上に出てるユニクロペイの動画についてお伝えしたことは覚えてますでしょうかまあ、その時にですね、ツイッターでのアカウントで商標速報ボットというものをお伝えさせていただきました。こちら今右に出てるものですね。この商標速報ボットは記載にもあるんですけども、商標まだ出願された段階で、このツイッターアカウントに速報として上がってくるものとなっています。 今回はですね、その商標速報アカウントからなんとこちらのアップルカードと Apple キャッシュが加わりました。 質願自体は7月の16日ということでしたので、半月前ぐらいかなということですね。まあこれがしっかり通ることができれば、日本にももしかしたらアップルカードが来る日も近くなりそうな予感はしますよね。まあちなみに以前ユニクロペイの動画を出した時も、その数日後にユニクロペイについてのヤフーニュースが出ていたので、まあ今回のアップルカードもニュースまでとはならないと思いますが、何かしらの追加情報は出てきそうな気はします。もちろんこの内容に関しては可能性のお話になるので、 信じるか信じないかはお任せします。もしサービスが開始されたら多分興味本位で僕もちょっと作ってみようかなというふうには思っています。まあ普通にかっこいいから欲しいっていうのもありますけどね。まあそんなコんナで今回は Apple カードについてお伝えをさせていただきました。今後も Apple カードに関する情報があれば随時動画にしていこうと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。